ペン、スイ、格闘技 TV 天水、始まりました。テンスモリコです。グッチャです。大河です。皆さんご機嫌うるわしゅうくまくんです。はい、よろしくお願いします。久々に4人揃いました。はい。はい、やっていきたいと思います。はい、というわけで本日テーマお願いいたします。はい。ドミネーター VS 平本蓮、勝敗予想。おっ、早っ。世界最速。はい。来日38路なんかでですね、はい、坂木原さんの次戦の対戦カード発表がありまして、そう、はい、ランドマークね、はい、4がついに行われるということで、お客も入れるらしいですよね、うん、でまあ、そこで、ね、メインカードとなり得る、カードが発表されました。それがドミネーター選手 VS、平本蓮選手ということで、はい、世界最速で勝敗予想やっていきたいなと思います。なんかめちゃくちゃですけどね、萩原選手がドミネーターに負けてるのに、萩原選手に負けた平本蓮がドミネーター選手と戦える。なるほど、まあ、いつものね、ストーリーめちゃくちゃのライズのマッチメイクだなと思いますね。蓮先生どう思いますか、これですか。まあ、これちょっとね、ドミネーター選手 VS 萩原選手を彷彿させてしまうかなっていう、とこがあるので、なかなか難しいマッチメイクだなとは思いますけどね。なるほど、はい、じゃあ早速勝敗予想。そうですね、はい、やっていきましょう。はい、はい、ちょっとレーダーチャートがついているということで、今画面に映ってるんですね、はい、レーダーチャートの基準に沿って、点数つけさせていただいてますので、ちょっと事前に確認をいただければと思います。はい、でまた 0.5 刻みで、チャートをつけるようになりましたので、まあ、より細かくですね、選手の特徴を表せるということで、はい、まあ、ぜひこの辺りも注目していただければと思います。はい、お願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、まずはドミネーター選手から。はい、はい、フェザー級9位ということで、山本ドミネーター聡選手、はい、ランクインしてるんですが、はい、まあ、天水のね、格闘技 TV 天水のランキングの中で、フェザー級ランキングというのをやりまして、そこでドミネーター選手何位かっていうところで9位ですね、ランキング的には。だけど、ね、ここ、まあ、平本蓮選手がじゃあ何位なのかっていうところが ね、また注目なんですが、はい、どうしてますか、早速見ていきますか。はい、平本蓮選手、県外。県外です。県外の方が字が大きいけど。主張したかったのね。県外ですよっていう、ね。はい、これかなりね、まあ、こういうランキングもあるけど、そのクラス的な今分かれ方も結構してるなと思っていて、萩原選手と鈴木輝選手もありましたが、どこにみんながこうランキング付けされてるのか、その格付けされてるのかってところがね、すごく今あって、その中で平本蓮選手 ABC あったとしたら D ぐらいに今いる、まあ、C ぐらい、そうだね、 C か D、っていう感じなので、かなりまあ厳しいところであるんですが、9位ってなるとおそらく B クラスでもかなりトップクラス、そうですね、っていう感じになってくる選手と対戦ということで。なるほど。多分ね、ドミさんはあまりもうチャンピオンになろうとか強さを求めるっていうよりかは、格闘技でこうしっかり稼ごうと、そうだね、にシフトされてるんだと思います。それもなんか本人もそういうことちらほら言ってましたね。なので、まあ、こういうマッチメイクもドミさん的には全然ありかなと。盛り上がればいいですよっていう感じですよね。で、まあ、ファン的にもね、いろいろ言ってるけど、まあ面白いよね。ワンチャン勝てるかもしれないよ。勝ったら平本とんでもねえことになるぞっていう期待感が、なるほどね、それは確かに、なるほど、話してみれるのか、そう、はい、じゃあ早速平本蓮選手とドミネーター選手勝敗予想やっていきたいと思います。はい、はい、まあ、こう比べてみるとね、合計値 3.5 差があります。まあ、でも思ったよりない、 3.5 ってそんなにないですね。そうですね、思ったより差がないかなっていう感じがするので、だから無謀すぎるマッチメイクではない。そうなの、でも普通の見方したらさ、萩原恭平が、はい、簡単にテイクダウンをされて、そのまま決められちゃったじゃないですか。そうなんですよ。もうその感じになる想像しか私はできないんですけど、はい、まあ、格闘技研究家のね、天水森川先生だったら、はい、なんかまた違う見方をしてるんじゃないかなと思う。ね、はい、ぜひ意見聞いてみたい。はい、はい、これは平本蓮選手が 100% 勝ちます。出た出たよ。もう、ね、いいんですよ、もう全部100かじゃないんですって。これ皆さんも思ってますよね、これ平本蓮選手勝つなって。どうやったら勝てるんだよ、平本蓮が。教えてほしい、本当に。なんか言ってたじゃないですか、平本蓮選手も別にね、お前なんかで勝っても別に何も上がんねえし、意味ねえんだよみたいな、やってらんねえよみたいな、同じようなことドミさんも言ってましたけどね。なんならドミさんの方が勝ってたよ、トラッシュトークでは。まあ天水も同じような気持ちですよ。どういうことよ。いや、山田選手に勝ってもみたいな、平本蓮選手ね。なるほど、まあ、そんなに余裕で平本蓮選手が勝てるっていうことなんですか。いや、まあ勝てるんじゃないですか。どうやったら勝てるか教えてください。
教えてほしいですか？教えてくださいよ。それはそうですよ。そうだよ。この試合がやっぱり勝負論ある試合だって見たいじゃないですか。はい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 。まあ、だからまあここはね、まあ、鈴木千代選手との試合がありましたけども、うん、そこでの平本蓮選手のやっぱ成長ぶりっていうのはすごくあったかなと思っていて、アデサニアスタイルに進化したって。そうだね、はいはい、結局そこでやっぱりこう組ませないし、組ませたとしてもしっかりテイクダウンディフェンスできるしっていう平本蓮選手があったので、うん、そういう意味ではかなりね、そう打撃面もそうだし、まあ、リーチがあるんですよ平本蓮選手、かなりリーチがあるので、そういう意味ではそこでしっかり相手に入らせないような打撃っていうのをしっかり展開できる、はい、で組ませたところでおそらくランドマークだったらケージになってくるんですかね。そうですね、ケージになりました、ね、なってくると、四角いねリングよりはかなり逃げやすい、うん、し結構平本蓮選手割とそのケージでの対策みたいなところっていうのも割と、ね、海外で積んではいるので、はい、そういう意味では全然倒されないし、しっかりアデサイアスタイル、うん、しっかり、腕伸ばしてってで当てながら、はい、で相手が入ってきたらしっかりこう距離取りながら戦っていくみたいなスタイルを展開することができる。熊くん寝てない大丈夫。いや危なかったけどね。またいつもの説明始まって。いや俺も思いました。同じこと言ってたよね。あのテイクダウン取られないからストライカーが勝つみたいなぬかん言ってますけど、うん、萩原選手はそれでテイクダウン取られてやられてるじゃん、うん、萩原選手と平本選手 その打撃の違いっていうのは何なんですか、うんうん、確かに。まあ、細かいことを言っていくと、うん、萩原選手よりも平本蓮選手の方がステップが多いんですよね。細かいステップが多くて、でステップが多いってどうなるかっていうと、そのステップでこう距離がちょっとずつ1センチ2センチぐらいの差でも動かせるんですよ。結局足がついたままだとその距離の変化っていうのがちょっと大きなリアクションになったりとか、うん、あとはその時間もかかるっていう感じになってくるので、うん、その細かいとその分ね大きく動かなくてもちょっとずつ距離をかわす、ずらせるので、相手が飛び込むタイミングに対してこうまた大きくバッていったりとか、はい、相手がちょっとでも動けば2センチが下がったりとかっていう細かい調整がすごく効くので、うん、そういうことを平本蓮選手やっぱり K1 でもねトップクラスの成績を持っていますので、はい、そういう細かい技術も全然レベルがやっぱ違うかなと思います。打撃スキルは全然平本選手の上だからもう入ってこさせないと、うんうん、パクシー選手と浜崎選手の試合、はい、今日あったじゃないですか、はいはいはい、その時に浜崎選手入れなかったじゃないですか、うんうんうん、テイクダウン行かないと勝てない、うんはい、ああいう感じで平本選手がもう入らせない打撃をすると。まあねそれもあるけど、まあ、あの場合はねちょっとねこうパクシー選手がこうカウンター狙うような雰囲気があったりとかしたので、うん、そう平本蓮選手の場合は割とこう縦にこう入らせないような直線的な打撃みたいなのをうまく使いながらやっていたところあるので、うんはいはい、そうですね、そこもあるかもしれないです、うん、その平本蓮選手のもちろんその自分が攻めるところもあるし、うん、そのカウンター待ちみたいなスタイルでももちろん戦えるとは思うので、はいはい、そこで入らせないで自分からはストレートジャブでしっかりこう距離を取っていくという戦い方をしていけば、まあ、できるだろうし、もし組まれたとしてもまあ、しかテイクダウンディフェンスもできるんじゃないかなと。なるほど、まあ、距離感がいいからと、うん、じゃあアデサニアスタイルを極めて勝てると、うん、そうですね、そういうことですね、はい、なるほど。やっぱ USC トップクラスのアデサニア選手結局ねなんかあのスタイルで勝ってるからね、キックボクシング、まあまあね、結局ね、うん、そう天水森川の理想を体現してるのはアデサニア選手ですから。そうか、うん、そうマクレーガースタイルだって平本蓮選手言われてたんですけど、そうか言ったね、うん、これはね完全にあのアデサニアスタイルなんですよ平本蓮選手は。打撃の使用試合ができるっていう、そう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 、それを極めていけばドミネーターにも勝てるんです、うん、なるほどね。でなるほどね、そう、ソロデキンの平本蓮選手はいないので、うん、まあね、はい、まあここで本当勝ってほしい。でも気持ち的にはね、うんうん、そうした方が格闘技界ぶち上がるんで、うん、盛り上がるよ。でね、仮に負けたとしても盛り上がるなと思っていて、はいはい、負けたとしたら今度は萩原恭平との大晦日、うん、リベンジマッチ。なるほどね、確かにそこに繋がるんじゃないですか。見えてきましたよね、に負けた同士でいい感じのストーリー、確かに周平田さんはやっぱりねそこまで見据えてる、見据えてる、すごいね確かに見据えてるかな、すごいな。そうね、変に上がってほしくないっていうのもあるけどね、平本で確かにね、上がりすぎちゃうと、うん、そういう選手の試合も組めなくなってきて、うん、なるほどね、で強い選手ばっかになっちゃうみたいなのもまだ早いかなって気もするしね。そうそうそう、うん、まあ、勝っても負けても注目ということで、確かに、ね、確かに面白い、楽しみになった、楽しみですね、うん、はい、はいはい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。ぜひね、平本蓮選手勝ちますよっていうコメントを期待しておりますので、ぜひ皆様のコメントもお願いいたします。はい、勝敗予想ね、お願いいたします。はい、お待ちしております。はい、というわけで次の動画も見てください。バイテン。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。格闘技 TV 天水にはスペシャルでお得なメンバーシップがあるよ。近くに格闘技ファンがいないあなたもここで一緒に盛り上がりましょう。ここだけでしか見れない限定動画や非公開の過去動画が200本以上見放題。月会費が実質無料になるクーポンを配布中。入るなら今。